こちらの清水坂観光駐車場は今日から期間限定で自家用車は入れず、観光バスのみが2時間完全予約制で利用することができます。京都の清水寺周辺は多くの観光客でにぎわっています。平日でも道を埋め尽くすほどの人だかり。参道に続く五条坂では、車が詰まっていてなかなか前に進むことができません。タクシーや観光バスなどで大渋滞に。道路の幅は狭く、大型の観光バスは走行するのにも一苦労。いつも並びますね。まあ、長いと1時間ぐらい降りれんときあるから。むちゃくちゃ多いです。乗用車、バス、タクシー、ひっきりなしに上がってきます。清水坂観光駐車場は年間およそ7万9000台もの車が利用します。毎年紅葉シーズンの10月11月は利用台数が多く、観光バスが時間調整や客待ちのために周辺の路上で駐停車することがたびたび問題となっていて、警察も取り締まりを強化していました。今日も着いてたらちょっと時間が足りないということで、ちょっとこっちで時間読めないんですよ。あそこね、行って登るのにも時間読めないし、降りるのにも時間ですから。京都市は周辺道路の混雑抑止のため、清水坂観光駐車場を今日から2ヶ月間観光バスのみ完全予約制にして、自家用車での利用を禁止することにしたのです。交通の集中が発生し、五条坂を下る方向に、一部渋滞、が発生していました。それらのことを改善するため今回の対策としています。周辺道路の混雑により市民生活が影響を出ているのも、まあ、事実です。今回の対策に周辺のお店からは混雑緩和に期待する一方で、不安の声も。やっぱり今も京都へ観光でバス、タクシー以外にマイカーで来はるお客さんがむっちゃくちゃ多いですよ。個人の車来はる方がもっともっと僕らのこの辺のお店は売るたら、ややこしいことせんでええのにな思うと思います。私はそう思います。観光で来られる方は基本は拒まずですわね。それをある意味拒むかもわからんような施策やから、どうやろうなという頭の上にクエスチョンマークがつくんやけども、それから僕は賛成はしにくい。また観光バスを利用する旅行会社は、駐車場の予約を取るのに四苦八苦したといいます。午前0時に予約開始ということになってますので、午前0時にと同時にこう駐車場を確保するという作業をですね、それが朝午前6時7時になるともうそれが取れない状態で。そして初日の今日、駐車場を訪れると、あちらの青いバスは予約をしていなかったということで、一旦駐車場に入り U ターンをして出ていきます。規制が始まったことを知らずに入ってきたバス、予約を何枠も取って注意を受けたバス、多少のトラブルはありましたが一定の緩和は見られました。それでも午前中混雑が解消することはありませんでした。今日から正式に始まった期間限定の清水坂観光駐車場の規制、果たしてオーバーツーリズムの対策として効果はあるのでしょうか。